トマトになっちゃった。トマトが大嫌いなゆうちゃん。トマトなんてこの世からなくなっちゃえばいいのに。夕ご飯のトマトを残すと、ポイッとゴミ箱へ捨ててしまいました。次の朝、目を覚ますと、なんとゆうちゃんはトマトになっていました。なんで？トマトなんてやだやだやだ。ずっと泣いていると、優しそうな女の人がゆうちゃんをつかんでかごへ入れました。トマトなんて食べたくないよ。女の人の隣で男の子が文句を言っています。夕ご飯のサラダの上に乗っかったゆうちゃん。トマトっておいしくないんだよな。男の子はゆうちゃんをじーっと見つめると、そのまま残してしまいました。そうだよね。トマトおいしくないもんね。ゆうちゃんはうんうんとうなずきます。その次の朝、また男の子のお皿に乗っかったゆうちゃん。今日は食べてくれるかな？ちょっぴりドキドキします。でも男の子はやっぱり食べてくれません。いつか食べてくれるかな？ゆうちゃんはため息をつきました。夕ご飯、またまた男の子のお皿に乗っかったゆうちゃん。今度こそ食べてくれるかな？いつの間にかゆうちゃん、トマトを食べてほしいと願っていました。男の子はじーっとゆうちゃんを見つめます。やっぱりトマトは嫌い。そう言うと、なんとゴミ箱へポイッと捨ててしまったのです。捨てられるってこんな気持ちなんだ。ゆうちゃんは真っ暗闇のゴミ箱の中でしくしく。泣き疲れるとそのまま眠ってしまいました。目が覚めたゆうちゃんは自分のベッドの上にいました。よかった、夢だった。急いで着替えて学校へ行く準備です。朝ごはんのお皿にはトマトが乗っかっていました。じーっと見つめたゆうちゃんはトマトをパクリと食べると元気に学校へと出発しました。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブとお友達になってくれたら絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るからグッドボタンとチャンネル登録もよろしくぶ。